助動詞なりの活用と意味ですそうです。助動詞なりは2つあって1つ目が伝聞推定のなりでした。もう1つはこちら。はい。断定です。断定の助動詞なりの活用と意味についてお話ししていきます。まず、接続です。4パターンがあります。1つ目は体言です、まあ。つまり名詞ですね。あとは連体形。それから、 副詞詞と助詞にも接続しますでは、いつものように、それぞれの活用形に続く語を確認しましょう。未然形は、打ち消しの助動詞の図をくっつけて確認すると分かりやすいですね。連用形は、接続助詞の手が代表です。終始形は、言い切りです。連帯形は、体言ことを続けて確認してみましょう。已然形は、接続助詞のどうも、 が代表ですね命令形は命令する時の言い方となりますが便宜上びっくりマークをつけておきますさあ未然形です未然形はならですからならずと続きます連用形はなりなりてそれからもう一つあるんですにです 「2」に,については後ほど補足で説明します。「終始形はそのままですからなり」ですよね。「連帯形はなる」です。「体現」「とが続く場合なることとなりますよね。「已然形」は「なれ」です。「なれども」と続きます。命令形はなれ という語がありますが、使われることはほとんどありません。ということで、ならなりになりなるなれなれ。もう一度。ならなりになりなるなれなれ。ラスト。ならなりになりなるなれなれ。これが探偵の助動詞なりの活用です。ではここで、連用形の2に,について補足でお話しします。 はい見てください。断定の助動詞なりの連用形にある程度一緒に使う言葉が決まっています。まず1つ目です。にに続いて接続助詞の手それからにに続いて接続助詞のしてこれはどちらも「何にであって」と訳します。次は動詞の「あり」です。にとあり。に ありと続くことによって、〜何々であるという意味になります。これだけではないのですが、今お話しした、にて、にして、にありが代表です。このように、決まったことを用いられることが多いですよ。さあ、意味です。断定、何々だ、〜何々であると訳されますが、 断定は断定でも物事の本質質や性質を考えて判断すす。るときに使います同じ断定の意味を持つ助動詞に「足り」があったのを覚えていますか一時的なものそして外面的なものや特徴からの判断が断定のの助動詞りなんです。そしてもう一つ「足り」はそう漢文訓読体の文章で用いられるという特徴がありましたよね。 そうなったような気もするなという曖昧さを残しておられる方は是非この機会に合わせて断定のの助動詞のたりを復習でご覧になってみてみくださいね。あとはもう一つ「存在」です。どこどここにあるとか「どこどこにいる」というふうに場所を表す言葉と一緒に使いますそれはこの「断定の助動詞なり」の成り立ちにヒントがあるんですね。もともとはに、あり。 という言葉でした。場所を示す格助詞のに、にありという裏変動詞がつきまして、にあり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 、なり、なり、という風うに変化して生まれたのが、断定の助動詞のなりなんです。ですから、場所には存在がつきものですよね。場所を示す言葉と相性がいいのもわかりますよね。どこどこにある、どこどこにいると言って存在を。 示しますさあ断定のの助動詞りまだまだお話ししたいことは実はたくさんあるんですが基礎レベルとしては一旦ここままででとどめておきましょう例えば接続の副詞や助詞についてあとは断定の助動詞の連用形に決まった語と用いるというお話をしましたがその一つ一つの決まった語についてもまだまだ残されています。 これらにつきましては7章の「高校古典文法スタートダッシュ」の章ではなく第8章以降で一つ一つ古文作品に触れながらその都度お話を進めていきたいと思います。断定の助助動詞詞詞なり、り接続は体体連系がが、中心ですす副詞助詞もありますよ。 以前、未然連用終始連帯、以前命令です。ならなりになりなるなれなれ。もう一度。ならなりになりなるなれなれ。ラスト。ならなりになりなるなれなれ。ですね。特に、連用形のには、にて、にして、にありの形で使われることが多いです。意味は2つ。断定と存在です。断定の場合、断定の助動詞たりとの違いが 重要ですねあとは存在ですもともと断定の助動詞なりは場所を示す格助詞のにありが由来となっていますのでそれを考えると存在の意味は比較的捉えやすいですね断定の助動詞なりの活用と意味以上です